そこか。ノクト、いた？ああ、こっちだ。行こう。これで最後だね。ああ、終わらせてやる。
遠すぎるな。ノクト、こっち通れるかも。ノクト、上通れるかもよ。ノクト、パイプ渡って。そろそろレスタルムに着くぞ。おほほ、いよいよアサシンズフェスティバルだね。これマジで来たいと思ってたんだよな。ノクト、俺たちは帝国に追われてる身だ。はしゃぎすぎるなよ。はいはい。まあ息抜きも必要だ。楽しもうぜ。見て、いろいろ貼ってあるよ。うわ、マジでテンション上がるわ。こいつらなんでこんなテンション上がってんだ。ノクトはアサシンクリードというゲームが好きだからな。お前もゲームやればわかる。うわ、盛り上がってるね。いつもと雰囲気全然違うな。ついに来た。車が多いな。おい、見ろよプロンプト。おお、すっげえ、イーグルダイブしてる。何やってんだあれは。イーグルダイブ、高所からダイブするアサシン特有の技だ。ノクト、やりたいんでしょ。え、そんなことねえよ。ああ、そう。やっぱり同じ私衣装でもたくましい人がいいわね。わかる。やあ、みんな。あ、シドニー。あれ、ハンター君たちと知り合いだっけ。そう、うちのお得意さんでね。二人は知り合いなの。うん、気が合うんだ。ところで、このアサシンズフェスティバルって何なの。アサシンズフェスティバルってのは、昔伝説のアサシンってのがいて。お前が説明すんのフェスティバルの実行委員をしてるから、後で説明してあげる。フェスティバルでは衣装の貸し出しもしてるのよ。
着るか着ないかは自由だけど、よかったら着てみたら？もちろん着るでしょ。ねえノクト、アサシンの衣装を着ることで今よりは人に紛れることができそうだな。そういうことならしょうがねえよな。うわぁ超嬉しそう。すごい来たかったんだね。やべえ、俺アサシンになってる。俺たち完全にアサシンだね。露出が多いな。悪くねえな。俺は気恥ずかしいが。みんな似合ってるじゃない。だろ？へえ、全然雰囲気違うね。もっと布の部分が欲しいところなんだが。準備もバッチリね。じゃあフェスティバルを楽しんできて。こっからは別行動にするか。俺もまだ二人といろいろと話したいしな。そういうのあり？ほんじゃプロンプト一緒に行くか。夜にホテルで集合にしよう。了解。じゃあ後だな。毎日こんな感じがいいな。どうしたの？こっちも似合うじゃない。どれも似合うと思うよ。こんばんは。見た？写真雑誌が置いてあるよ。あれ欲しい。あったかもな。絶対あった。メダル集めるしかない。フェスティバルについて聞きたいの？こっちも似合うじゃない。どれも似合うと思うよ。どうしたの？こっちも似合うじゃない。どれも似合うと思うよ。フェスティバルについて聞きたいの？この遊びはまだ準備中だ。また来てくれ。この遊びはまだ。隕石食品だよ。なんか買ってってよ。隕石食品をよろしく。何やってんだあれ。何かの大会か。たっかあんなとこ危なくないのかな。まあ俺なら余裕だけどな。
ここでは1ネリスレンジウールは簡単、機銃を使って野獣どもを撃つ。今夜、君と一緒に見たいものがあるんだ。うん、私もあなたと一緒に見たいって思ってたんだ。イーグルダイブ。ここでこの格好は安全だな。ここも静かだな。うん、戻ろうよ。ここではルールは簡単だ。
やるじゃねえか。今年のフェスティバルの夜は気合い、目のやり場に困るね。レスタルムってすげえ。あれ？何も起きない。うん、どうしたの？何か期待した？いや、いらっしゃい。またよろしく。みんなアサシンの服着てるから誰だか分かんないね。お疲れではありませんか？お部屋すぐにご用意できますよ。ねえミー、ほんと疲れた。やっばい、これアサシンっぽい。まあな。おはよう。ノクト、町に帝国軍が来てる。ああ、なんで？奴ら王子たちを探してるみたい。たく、なんでこんな時に。工場に大きな装置を運ぼうとしてるらしくって、ホリーがそれを止めようとしてるんだ。帝国相手に？それ心配だね。イグニスたちは？二人は車見に行ってる。わかった、プロンプト、ホリーの様子を見に行こう。ホリーのこと、お願いね。行くぞ。よし、行こう。ホリー大丈夫かな？帝国の奴ら見境ねえからな。急ごうぜ。もうフェスティバルどころじゃなくなっちゃったよね。ったく邪魔しやがって。絶対に許さん。
イグニスたちから連絡あったか？うん、車も包囲されてたって。マジかよ。オリー助けたらすぐ取り返すぞ。うん、イグニスたちとも後で合流しよう。冗談じゃないわ。工場の中にあんな装置を入れるなんて。火力を制御するのがどれくらいデリケートなことか分かってないのよ。多少のリスクは織り込み済みだ。納得できないわ。属国市民の意見に耳を貸す義務もない。とにかく部下たちに渡したカードキーを返して。あれがないと中の状況を確認できない。その必要はない。お前たちはただ従っていればよいのだ。平和を与え、従わせてやっているのは帝国だということを忘れるな。余計なことをされては作戦に支障をきたす。連れて行け。ホリー助けるぞ。待って、今行くとホリーも危ないって。じゃどうすりゃいいんだよ。わかんないけど、カードキーないと中に入れないとか、さっきロキの部下が持ってるって言ってたよね。じゃあ手分けしてロキの部下探そうぜ。大丈夫か？うん、どうにかね。一旦ホテルに戻ろう。よし、行くぞ。ホテルの入り口が封鎖されてる。じゃ別の入り口から入るまでだ。
戦ってる途中で攻撃が効かなくなった。おそらくジャマー装置だろう。それがある限りはまともに力は使えないな。どうすりゃいい。とにかくカードキーを集めて工場内のジャマー装置を止めるしかない。だが力は使えねえぜ。ここはアサシンらしく暗殺かな。マジ？でも他に手はねえか。よし、フェスティバルに紛れてもう少し情報を収集しよう。ノクト、プロンプトと一緒に入り口にある塔から帝国軍の布陣を確認してくれ。分かった。私にも協力させて。ダメだ、危険な目には合わせらんねえ。ホリーは大事な友達なんだ。私ができることなら何でもするよ。しょうがねえな。じゃあ何かあれば頼む。では行こう。ホリーのことを頼むよ。大丈夫、俺に任せて。お前が言うな。ノクト、大丈夫？ああ、市民の誘導、サンキューな。こんなとこまで帝国兵がいるなんて。うぜえな。追い出すか。
魔導兵ってなんか使い捨てっていうか切ないね。別にただの機械兵だろ、人間じゃねえし。そうだよね。なんだ。ううん、なんでもないよ。ノクト、俺下にいるね。わかった、行ってくる。言ってる場合じゃないでしょ。気持ちよかった。実はすんごいやりたかったのね。やつらの位置は大体分かった。うん、後で他の場所はイグニスたちに連絡しておくね。俺たちはこのままロキの部下を探そう。この辺人いないな。みんな大通りに集まってるもんね。眠っとけ。ここでこの格好はアズエモンだな。フード脱いだらいいじゃん。分かってないな。これは大事なシンボル。どんな時だろうが被ってなきゃアサシンじゃないで。ホーリーを助けなきゃ。眠れ。メダル集まってる？割とな。あそこに立ってる奴がカードキーを持ってる。かなり警戒してるな。どうすりゃいい？俺が注意を引きつける。で、それから？それからあとは考えろ！うわあ！おい！マジかよ！
中どんな感じ？普通だわ。アサシンってか不審者っぽいけど。さっきわしのタトゥーが眠っとけ。俺が町の人たちを引き連れて歩くからさ、それに紛れ込んでどうにか近づいてみてよ。町の奴らを頼むわ。了解。ここにいるか。大丈夫か、プロンプト。帝国の奴らは捜索打ち切ったみたい。そっか。眠れ。市場の奥にいる帝国兵がカードキーを持ってるようだ。ただ何体か兵士が巡回していて簡単には近づけない。で策は？
俺が屋根に上がって奴らの動きを電話で教える。わかった。見つからないように奥まで進んでくれ。了解。痛いってノクト。右だノクト。今だ。左だ。まずい、戻れ。市民の皆さん、一時避難をしてください。ノクト、大丈夫？ああ、市民の誘導、サンキューな。眠っとけ。それ楽しい？割とな。目立たなくて助かるわ。ノクタが変に瞬間移動とかしなければね。ちょっと距離を置いて歩いてね。匂わねえし。
市場の奥にいる帝国兵がカードキーを持ってるようだ。ただ何体か兵士が巡回していて簡単には近づけない。で、策は？俺が屋根に上がって奴らの動きを電話で教える。わかった。見つからないように。了解。右だ、ドクト。左だ。疲れたわ。おかえり。眠れ。市場の奥に。ただで、俺が屋根に。分かった。見つからない。了解。
ここでこの格好はアズエマだな。フード脱いだらいいじゃない。分かってないな。これは大事なシンボル。アサシンじゃないし。私のタトゥーが入ったたくましい男の人から道込表示見っけ。うっせえ。カードキー揃ったか。いや、最後の一枚はロキが持ってるらしい。ノクト、もう一度塔の上からロキを探してくれ。分かった。んで、手に入れた後どうする。私がジャマー装置を止めるよ。え、シドニーが。工場なら入ったことあるし、機械のことなら役に立てると思うから。それに大切な人が大変な時に何もできないのは嫌なんだ。うん、しっかり護衛をつけねえとな。悪い、頼んだ。そこか。ノクト、いた。ああ、こっちだ。行こう。これで最後だね。ああ、終わらせてやる。まだ見つからんか。奴らはカードキーが必要なはず。スカ、見失わないようにしよう。北ダスカルの敗北、忘れてはいない。帝国の名にかけて、我が家名にかけて、必ず汚名を注ぐ。敵が多すぎるな。ノクト、こっち通れるかも。ノクト、上通れるかもよ。
今はジャマーの影響で本来の能力を出せていないはず。殺害命令は出てはいない。事故はつきものだ。今奴を殺すことでこの先の多くの命を救うことになる。世界に真の平和をもたらすのだ。ダメだ、このままじゃ工場に入っちまう。これ以上俺はついてくの無理かも。あとはノクト、頼んだよ。何者だ。通りすがりのアサシン。バカだ、そいつを殺せ。よっ、おい止まれ。しました。市民の皆さん、一時避難をしてください。キーはもらった。もう町から出てってもらうぞ。いつまでアサシンごっこを続けるつもりだ、ルイスを。バレてたのか。必ずカードキーを取りに来ると思っていた。ここは包囲させてもらった。死んでもらうぞ。やれ。穴かよ。やば。Oh!
んだろう。うん、やってみる。ノクト、誰を護衛につける？ああ、女一人で行かせるわけにはいかねえからな。これに任せろ。じゃあ護衛よろしく頼むね。みんな、どうもありがとう。巻き込んで悪かった。シドニーもありがとな。いなかったら相当ヤバかった。うんうん、ホーリーも無事だし、ほんとよかったよ。町ではアサシンの末裔が帝国軍を追い払ったって噂になってるぜ。俺たちにとってその噂は助かるな。アサシンは実在したってことでいいんじゃない？っていうか、本当にいたりして。実際やってみて分かったけどさ、アサシンも人知れず世界を救おうとしてたんだよな。真実はなく、許されぬことなどない。こ出た、アサシンクリードの名ゼリフ。でも本当に大事なもののためなら、
わあ